ゲストをお招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしているのはこの方、ザックさんです。よっ、ザックちゃん。天才ザクちゃんはですね、なんと番組初登場なのね。はい、初めましてです。意外です。なんかいろんなところでよく会ってるから。そうです、私もいろんなところでご一緒していただいてるので、ね、そうかそうか。じゃあここに挟まれるの初めてなんだ。それは初めてですね。初めまして一応ここにざっと書いてあるので説明しますよ、うん、ザクちゃんはリアルアニソンクリエイター。謎の国ね。そうなのね。リアルアニソンクリエイター。2012年テレビアニメ未来日記のキャラクターソングで作詞作曲編曲を行いクリエイターとしてデビュー。同じく2012年10月テレビアニメ中二病でも恋がしたいオープニング主題歌スパーキングデッドリームでデビュー。その後もハイスクール DD ニュー、停止教室のヴァンパイア、うん、とかユーシブとかこの前も言えてなかった。なんかいろいろやってますよ。本当いろいろやってますよ。見ない、もう本当見ないクールないもの。本当にクレジットとかでもよくね、はい、やれておりますけども、はい、そんなザックちゃん、電波にはまあ初登場ということなので、プロフィールを見てみたいと思います。はい、プロフィールドン。ドン。なるほど。なるほど。特技が、これはちょっと特技が変な感じですよ、ね。そうですね。そうですね。特技の方なんですね。そうだね。趣味と特技入れ替えようかなと思ったんですけど。でもどっちにしても俺聞くことないかも。おい。いじれや。サッカーは僕ほんと門外観なんで、じゃあ猫の方聞こうか。猫の方。猫っても頼むね。猫はね、去年の兄様などに飼ってですね。おあ、そうなんだ。そうなんですか。おうおう、まあ可愛いですね。可愛いよね。いいけど、いつも服についてくるんですね、猫。だってもう仕方ないよ、もう毎日毎日カチャ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 って納品してカチャ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 ってちょっとたまに自分で納品してきますベトーって猫がね、キーボードの上に乗ってくる。そうそうそう、作業を邪魔する猫でしょ。納品しようとしてパソコンと猫しか見てないんだもん、だって。そうです。おい、猫可愛いに決まってるよ。おい。そうなんです、さあそんなザックさん、より知るためにですね、一問一答にチャレンジしていただきたいと思いますよ、ということでございまして、準備の方よろしいでしょうか。頑張ります。それでは質問スタート。子供の頃はどんな子供でしたか。ヒョウデレ。ヒョウスベっていう妖怪はいるけど妖怪ヒョウデレって書いてある。ヒョウデレね、はい、ヒョウデレ、はい、音楽を始めたきっかけは。は、3歳の頃にピアノを習い始めました。あー、ピアノ、はい。音楽、アニメ以外でハマっていることがあったら教えてください。徹夜かっこ仕事。スパイラルだね、うん。好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。好きな食べ物は、葉っぱで、嫌いな食べ物はあんこ。ではグッとくる異性の仕草があったら教えてください。汗かいた時にここじゃなくて、あの裾でこうやって拭く。そう、ここのとこで。あれ、良くないですか。で、であの顔。いや、わかんない。もう一回やって、もう一回やって。汗か、汗拭いて、見たことない。拭いたみたいな顔。ちょっとピンとこねえな。絶対ピンとこねえ。あれ、おかしい。続きまして、携帯電話の中に入っているお宝画像を一つだけあげるなら何ですか。はい、千原みのりさんとのツーショット。おでは、リリース情報を教えてください。リリース情報、昨日8月20日にニューシングルレイルウォーズの、テレビアニメレイルウォーズのエンディング主題がオーバードライバーが発売になりました。よいしょ。おめでとうございます。この曲、一言で言うとどんな楽曲ですか。ヨーチェケラッチョメーンって感じです。苦手なわ、この子。絡んできて。ヨーチェケラッチョメーンって感じです。ヨーチェケラッチョメーンって感じです。制作秘話教えてください。制作秘話は、アレンジから入りました。はい、あ、そうか、なるほどね、はい、はい。最後に番組を見てくれている諜報局員の皆さんに一言お願いします。諜報って何の諜報をしてるんですか。あー、これはとうとう言われちゃった。言われちゃった。解散だ。そこに触れられちゃったらもう解散だ。諜報って何のスパイしてるのかな。王様は裸だと。終了。さあ、
これザクちゃん、子供の頃はどんな子供でしたかという問いに対して、ひょうでれ、ひょうきんでれでれの略なんですけど、みんなの前でひょうきんにやるんですけど、二、人きりになったらもうもじ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 、誰と二人きりなの、誰かと誰かと大勢いたら、そういうことか、その中の関係性の中で自分はひょうきんな人間であろうっていうするんだけども、一対一の関係性ではうまくひょうきんができないんだ、ひょうきんができないんです。へえ。でもそれは今も継続中なんですよね。あ、大人になってもそうなの、みんなの前ではこんな楽しい愉快なザクちゃんだけども二、人きりになるともうやめてって近寄らないでって。あ、近寄らないでって言ったじゃん。近寄らないでは出れてねえ。出れてねえ。そこまでじゃない。あ、そうなんだ。意外でも。意外ね。そうなんですよ。でも割と私、あまり周りに誰もいないところでザックさんと初めましてだったんですけど、結構ひょうきんでしたよ。初めましてみたいな。わわ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 って。メイさん、わわわわわです。わわわわです。わわわわダメです。聞いたの？聞いたなってことです。わわってなってわわってなりました。わーってなったって。なるほど、よかった。わーってわーわーって。大丈夫？テンションゲーなんですよ。テンションで何もかを乗り切ろうとしている節があるので。覚えてないわ、初めまして。初めまして、何ですか？ライブ？ラジオか。ラジオか。ラジオかな。その時でも緊張してた。あ、そうなんですね。ド緊張でした。ド緊張でした。でしたけどもね。ラジオ不慣れでしたか。不慣れでしたね。そして音楽を始めたきっかけというのが3歳の頃からピアノを始めて、そうなんですよね、音大出身。そうです、20歳超えてから歌始めたんです。そうなの。そうなんですか。本当に普通にそのピアノ科で、うん、ピアニストになろうと遠くドーって出てきたら、うん、まあ、都会の荒波に揉まれてこうなり一回なみたいな、そこでアニソンに出会ってみたいな、ね、そうなのね、はい、アニソンに元気づけられて。そうです、はい、だって前後しますけどね、お宝画像。そうです、千原みのりちゃんが大好きなんでしょ。大好きです。あ、そうなんですか、うん、著しく好きなんでしょ。著しく著しく音楽アニメ以外でハマってることがあったら教えてください。徹夜、これは何ですか。徹夜文句ですか。文句じゃん。これはもうバラエティの生放送の中でチクッとこう刺してるやつですか。そうですね。レコード会社を。レコード会社は悪くないけど。フォローはするよ。そこでプロデューサー見てるから。ねえ。ねえ。オーバーワークです。頭いっぱいです。そうそろそろ寝たいです。まあでも徹夜、そうですね、徹夜ハマってるっていうか、はい、はめられてるっていうか、はい、徹夜続きですか、やっぱり。いい感じにスパイラルして、ね、じゃあもう生活のサイクルね。そうです、もう変わってくるでしょうよ。もう太陽を3回ぐらいいつも見ますね。うん、どういうこと。3日連続とかです、太陽とおはようっつって。あ、今も眠いんちゃう、大丈夫。早い、ノリが早い。次がですね、はい、何でしょうね。好きな食べ物が葉っぱ。葉っぱ系が好きです。虫か。葉っぱってパクチーとか好き。ああ、そういうことか。そういう意味でね、空心、とにかく緑色のものが好き。レタスとか。レタスとか葉野菜というか。そうです、葉っぱが好きです。シソとか。そうです。ああ、でも私も好きかも。嫌いなものがあんこ。あんこダメなんですよ。甘いものがダメ。粒あんな感じが苦手。でもまあまあまあ人によってはね。お汁粉とか飲めないんです。へえ。あんこ好きですもん、ね、あんこ、はい、大好きです。たい焼きが大好きなんで。たい焼きが大好き。はい、でも俺もあんこ実はダメ。え、そうなんですか。そうなの。甘いもんがあんま食べられへんけども。あ、うんですね。グッとくる異性の仕草があったら教えてください。ここのとこで服のピュッて顔を拭いて、その後ちょっと顔がいいことできなかった。ごめんなさい。ちょっと、あ、顔がいい、ここまで動きまではね、覚えれたんですけど、顔がちょっといまいちインプット。もう一回だけ、何回も出してごめんなさいね。もう一回だけやってもらいます。バーって汗拭いて。俺そんなやつ見たことないし、判明いたら嫌いやわ。ひどい。そう、分かれへんわ。結構好きです。それは何、もうスポーツやってんのかな。あ、スポーツとか筋トレの後とかの。あ、なんかサッカー選手ってさっきから結構コメントありますけどね。サッカー選手はそんな感じなんですか。サッカーでそうなんですか、結構。そう、実はそう。なるほど。クリスティアーノ・ロナウドとかがもうバキバキの腹筋を見せながらこうやってるのが好き。じゃあ、せっかくじゃなくて私に腹筋を見せてくれたんじゃない。わーっつって。違う、やっぱ拭いてるっていうのが
またセクシー、あー、ね、見えちゃったって。そう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 、腹筋、まあ腹筋もあったらもうもちろんいいですよね。あったらラッキーです。ボヨンボヨンよりはね。まあよりはよりはね。よりはいいですよね。よりはね。そして携帯電話の中に入ってるお宝画像が千原みのりちゃんとのツーショット。はい、ツーショット。緊張するやっぱり。緊張しますね。いつもかな。口しか笑ってないですよ。緊張緊張。いい匂いがするんですよ。おお、いい匂いがする。かわいい。挙動不審になっちゃった。そして、昨日ですね、8月20日にですね、ニューシングルオーバードライバーリリースおめでとうございます。レールウォーズのね、エンディングテーマ、はい、レールウォーズも結構ね、面白いというか、うん、あんなアニメになると思ってなかった俺最初の情報だけ聞いた時、ね、うん、ですけれども、こちらのエンディングでございますけれども、アレンジから入られた。すごい。そうです、ラップで始まるので、うん、ここはメロディアスな感じじゃなくて、うん、もうワンコードで行って、うん、とりあえずビートだけにしようみたいな感じで作ってって感じですね。そうなんだ。普段からそういう風に作ったりもするんですか、アレンジからとか。いや、こういう曲に関してはそうしますね。曲のニュアンスが大事だもんね。ニュアンスが大事。まずはどういう空気感の曲なのかっていうのが大事だもんね。そうですね。それを作った後に作るんだね。すごいね。いつもアニソンはこうテーマがあるから歌詞から入ることが多いんですけど、曲が全部真逆です。歌詞が最後でした。そうなんだ。すごいよね。ああいういわゆるヒップホップラップっぽいのってやったことがあったわけですか、今まで。そうですね、カップリングとか、うん、こそこそやってましたね。ちょいちょいこんな堂々とやったの初めて。堂々とやったの初めてですね。でも元々そのピアノをやられて、どうやってその編曲もできるようになるんですか。わかんない。天才なの。天才だからだ。天才の質問はダメですね。天才なの。すいませんでした。いや、まさか二十歳まで音大でそうそうそうピアノをやろうと思ったやつがチュークチャンみたいな。これまさかのですよ。いや、本とか読んだりかな。朝倉大輔先生の書いた本とかを読んで。朝倉大輔先生の本とかを読んで勉強。いや、それでね、趣味程度でやるんやったら分かるけどね、うん、それで完全に納品するプロの人間の方が先で、それは後を追ったもんな俺。そうですね、そうです、うん、でしたもんね、はい、うん、すごいということでございまして、じゃあその曲聴いてみましょうかね。はい、じゃあ曲紹介、あちらのカメラお願いします。はい、現在放送中のテレビアニメレイルウォーズのエンディング主題歌、昨日発売になりましたオーバードライバー、どうぞ。ガラッと前のと全然違うやつを出してくるよね。ビジュアル面でもそうですし、そう毎回違う顔になる ね、本当にいつも CD 並べたらもう同じ人かと思うぐらいね、違うイメージで攻めてきますけど、はい、今回もやっぱすごかったですね。一曲の中でも全然違う印象が、ね、カラフルだし、PV も、さあ、そのザクさんですね、まだまだお知らせしたい情報があるそうなので、はい、告知タイムをかけたゲームチャレンジしていただきましょう。題しまして、部長と絵のお題のアテッコをしましょう。フルカラゲストのザクちゃんとメイン部長に、それぞれある A のお題が出されます。お二人はですね、自分に出された、お題のようですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラーで書いてくださいと、お互いの A のお題を当てるために5秒の告知タイムをゲットでございます。さあ、それではこちら、お題がドンとございますので、どれでも好きなやつを引いてください。チャチャ、はい、チャッと。さあ、見ましたね、見ましたね。さあ、いきますよ、制限時間30秒でございます。よーし、スタート。あんまこういうのできないんです僕ね。こういうなんかクラブ系とかで行ったことない。あんまり分かんないです。どうやって踊るのかよく分かってないんですよね。縦乗りです。5、4、3、2、1、終了。これメンちゃんなんだったこれ。あ、でもなんかフォルムはいい感じ。フォルムはいい感じ。フォルムはいい感じですけど怖い。こんな怖いかな。まあでもね、強いっていうもんね。そうです。見せてください。もう終わりや。終わりや。とさくさに負ける。はい、どうぞ。はい、どん。さあ、わかるでしょ。そういうことかな。ほら、やっぱり私絵心あるんですよ。絵心はないよ。狭い川にいたもんだな、こいつ。さあ、はい、部長。カバー。イエーイ。正解。ヒポポタマスを。そうなんです。でも上手。ヒポポタマス、ね、難しいな。皮を描いてみる。そうね、することによってあの足先を描かないという描かずに済ませるというテクニックですよね。今ひずめ描こうとして、ひずめあるって分かんなくなっちゃって、皮でごまかす。皮でごまかす。陸上最強という噂もある。そうですね。そうです。はい、さあ、ではメイン部長。はい、ドン。ドン。
これはわかるでしょう。これはもうわかりましたよ。これはもう僕はわかりましたよ。はい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 。わかったわかった。さあ、ザクちゃんお願いします。そうめん流し。統治法は統治法やけどな。統治法やけども。流しそうめんって流しそうめん。鹿児島麺。鹿児島そうめん流しでしょ。そうなんですか。ですよね。あ、九州ではそうだ。九州はそうめん流しですよ。でも、そうめん流しはそうめん流しっていう動詞であってさ、いや、猿滑りと滑り猿は全然意味違うやん。例えばやけど、例えばやけど、順番入れ替えたら、順番入れ替えたら、まあ、でも正解。さあ、じゃあもう一問ぐらい行きましょう、ね、もう一問ぐらい行きましょう。さあ、じゃあ、はい、ダクちゃん行きますよ。さあ大丈夫、本当に顔が曇ったように見えるけど、行きますよ。よーい、スタート。ストップ映画泥棒みたいな。あんま分かんないです、ごめん、ほんとに。あ、ま、あ、もう時間だ。よー、3、2、1、はい、終了。分かんないよ、分かんない。似てるでしょ。いや、これは分かります。これ絶対分かる。似てるかどうかではなく分かります。分かる。これは素晴らしい、見せてください、どうぞ。伝わるかどうかなんですよ、バットって。あ、すごいすごいすごい。分かるでしょ。全然分かる。さあ、はい、もういい、お願いします。コアラ。イエーイ、正解。すごい、なんか草の加え方がコアラシモンジローですよ。でもね、コアラシモンジローになってしまいましたけどもね。でも脱出感のとこすごい。でも正解でございます。はい、さあ、じゃあ、はい、いい流れで来てますからね、インさん、お願いします。はい、ドゥンドゥン。これは全然わからん。全然わからない。いや、私ほんとこれわかんないんですよ。ポケモンいるでしょ。ちょっと答え見せてもらっていいですか。なんだっけ、小グマミ、リングマの進化マン。いや、なんかもうヒントかけました。なるほどなるほど、はい、あのですね、そのな、答えは一つです。あ、じゃあもう大ヒントです。動物です。そうです。え、動物、これなんですけど、うん、差を出すためにヒントをこれ書いたんです、うん、そう、こっち、そっちはヒントなんです。はい、これはヒントだ。それ何だと思います、はい、ザクさん、それ何だと思います。ドーナツ。え、ちょ、これこれ、違う違う違う、これと、今2個の絵描いてね。うんうんうん、え、これが何かってことですか。そうですそうです、はい、でもそれだけでは絶対分かんないです。そうなんです。アライグマ。あー、残念。もうちょっと、これが何やと思います。これ、こっちが何やと思うか。え、モンスターボールにしか見えないんだよ。本当だ。これハンドルみたいな握ってますよ。ハンドルみたいな握ってますよ。さあ、この姿勢を。でここでハンドル、車、カー、車、カー、車、カー、乗ってるということは、カー、カー、カー、チェイス、チェイスじゃない。こいつの、もう運転してる人はドライバー、ドライバーじゃなくて、ドライブ、うん、カーレース、カーレース、レース、レッサーパンダ、レッサーパンダ正解。いや、正解だ。ただ隣に書いたレーサーも分かりづらかっただけです。せやな。20秒なんです。いや、いきますよ、負けました、はい、20秒、はい、与えますので、はい、20秒で告知お願いします。いきます、よーい、スタート。はい、現在放送中のテレビアニメエンディングテーマ、テレビアニメレイルウォーズのエンディングテーマが昨日オーバードライバーが発売になりましたということと、舞台のプロス9月16日から、舞台ペルソナ3という舞台に、アイギス役として出演することが決まっております。終了。告知下手なの。なんか出演するんですか、知るんですか、どっちですか。出演を知ることが決まりました。知ることが決まりました。知ることが決まりました。俺ポスター見てさ、ザクって書いてあって、あのザクちゃんかなと思ってんやけど。そうなんです、芝居もやんねん。芝居あります、はい、曲も作って歌も歌って、うん、芝居もできて、
まあ、もう勉強中です、必死に。いやすごい、何でもできる。あれでしょ、だって先週来た、先週って前回来た蒼井翔太くんとか出てるやつでしょ。そうです、蒼井翔太さんと明日美香奈さんと。全然お前ばっかり明日美にそうやっておうてええな、今毎日のように会ってる、幸せ。アスミスカワイ、そうなんでございますね、はい、CD 発売、そしてですね、舞台もあるということでございまして、さら、はい、なる、活躍、さらなる飛躍をするですね、作者、はい、目が離せませんよ皆さん、目が離せませんよ皆さん、ということでございまして、以上で大丈夫ですかね。詳しくは、はい、大丈夫です。詳しくはなんか、はい、あれとかあったりします、はい、ホームページ、ザクのホームページ、すみません、告知が下手なもので、ホームページをご覧ください。ご覧いただけます、はい、今日公式サイトがございますのでね、はい、ということで、本日のゲスト、ザクちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、特別調査局からの報告でした。ゲストを招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしているのはこの方、ザックさんです。よっ、ザッちゃん、ザッちゃん、よろしくお願いします。天才、天才ザッちゃん。天才作者はですね、なんと番組初登場なのね。はい、初めましてです。意外です。なんかいろんなところでよく会ってるから。そう、私もいろんなところでご一緒していただいてるので、ねね、そうかそうか。じゃあここに挟まれるの初めてなんだ。それは初めてですね。初めまして。初めまして。初めまして。まあ一応ここにザッと書いてあるの説明しますよ、うん、はい、ザークちゃんはリアルアニソンクリエイター。ん、そのビューリーね。リアルアニソンクリエイター。2012年テレビアニメ未来日記のキャラクターソングで作詞作曲編曲を行いクリエイターとしてデビュー。同じく2012年10月テレビアニメ中二病でも恋がしたいオープニング主題歌スパーキングデイドリームでデビュー。その後もハイスクール DD ニュー、うん、停止教室のヴァンパイア、うん、とか有志部とかこの前も言えてなかった。なんかいろいろやってますよ。本当いろいろやってますよ。見ない、もう本当見ないクールないもの。本当にクレジットとかでもよくね、はい、やられておりますけれども、はい、そんなザックちゃん、電波にはまあ初登場ということなので、プロフィールを見てみたいと思います。はい、プロフィールドン。ドン。なるほど。なるほど。特技が、これはちょっと特技が変な感じですよ、ね。そうですね。そうですね。特技の方なんですね。そうだね。あのね、趣味と特技入れ替えようかなと思ったんですけど。でもどっちにしても俺聞くことないかも。おい。いじれや。頑張ったの。ちょっとサッカーは僕本当門外漢な。じゃあ猫の方聞こうか。猫の方。猫っても頼むね。猫はね、去年の兄様などに勝ってですね。お、あ、そうなんだ。そうなんですか。うん、まあ可愛いですね。可愛いよね。可愛いけどいつも服についてくるんですね。だってもう仕方ないよ。もう毎日毎日カチャ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 って納品して、カチャ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 ってちょっと。たまに自分で納品してきます。ベトーつって猫がね。キーボードの上に乗ってくる。そうそうそう。作業を邪魔する猫でしょ。そうそうそう納品しようとしてる。パソコンと猫しか見てないんだもん、だって。じゃあ猫。猫可愛いに決まってるよ。おい。さあそんなザクさん、より知るためにですね、一問一答にチャレンジしていただきたいと思いますよ、ということでございまして、準備の方よろしいでしょうか。頑張ります、それでは質問スタート。子供の頃はどんな子供でしたか。ヒョウデレ。ヒョウスベっていう妖怪はいるけど妖怪表すべって書いてある。表でるね、はい、で音楽を始めたきっかけは、はい、3歳の頃にピアノを習い始めました。あ、ピアノ、はい、音楽アニメ以外でハマっていることがあったら教えてください。徹夜かっこ仕事スパイダルだね、うん、好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。好きな食べ物は、葉っぱで、嫌いな食べ物はあんこ。ではグッとくる異性の仕草があったら教えてください。汗かいた時にここじゃなくて、あの裾でこうやって拭く。そう、ここのとこで。あれ良くないですか。で分かる顔。いや分かんない。もう一回汗拭いて、見たことない。そうか、ちょっとピンとこねえな。あれ、おかしいな。続きまして、携帯電話の中に入っているお宝画像を一つだけあげるなら何ですか。はい、千原みのりさんとのツーショット。おでは、リリース情報を教えてください。リリース情報、昨日8月20日にニューシングル、レイルウォーズの、テレビアニメ、レイルウォーズのエンディング主題歌、オーバードライバーが発売になりました。よいしょ、おめでとうございます。この曲、一言
言で言うとどんな楽曲ですか？ヨーチェケラッチョメンって感じです。苦手だわこの子。絡んできて絡んできて。ヨーチェケラッチョメンって感じです。ヨーチェケラッチョメンって感じです。制作秘話教えてください。制作秘話は、アレンジから入りました。はい、そうか。なるほどね、はい、はい。最後に番組を見てくれている情報局員の皆さんに一言お願いします。情報って何の情報をしてるんですか？ああこれはとうとう言われちゃった。言われちゃった解散だ。そこに触れられちゃったらもう解散だ。ずっと見えなくてね。情報って何のスパイしてるのかな。王様は裸だと。終了。終了。さあごよざくちゃん、子供の頃はどんな子供でしたかという問いに対して、ひょうでれ、ひょうきんでれでれの略なんですけど、みんなの前でひょうきんやるんですけど、二、うん、人きりになったらもうもじ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 、誰と二人きりなの？誰かと誰かと。大勢いたらそういうことか。その中の関係性の中で自分はひょうきんな人間であろうっていうするんだけども、一対一の関係性ではうまくひょうきんができないんだ。ひょうきんができないんです。へでもそれは今も継続中なんですよね。あ、大人になってもそうなの？みんなの前ではこんな楽しい愉快なザクちゃんだけども、はい、2人きりになるともうやめてって近寄らないでって。あ、近寄らないでって近寄らないでは出れてねえよ。出れてねえ。そこまでじゃない。あ、そうなんだ。意外ね。でも割と私あまり周りに誰もいないところでザクさんと初めましてだったんですけど、結構ひょうきんでしたよ。初めましてみたいな。なるほど、よかった。わーってわーわーって。大丈夫？テンション芸なんですよ。テンションで何もかも乗り切ろうとしている節があるので。覚えてないわ、初めまして。初めまして、何ですか？ライブ？ラジオか。ラジオか。ラジオかな。その時でも緊張してた。あ、そうなんですね。ド緊張でした。ド緊張でした。でしたけどもね。ラジオ不慣れでしたか。不慣れでしたね。そして音楽を始めたきっかけというのが、3歳の頃からピアノを始めて。そうなんですよね、はい、音大出身。そうです、20歳超えてから歌始めたんです。そうなの。そうなんですか。だから本当に普通にそのピアノ科で、ピアノ科で、うん、ピアニストになろうと遠くへー、ドーって出てきたら、うん、まあ、都会の荒波に揉まれてこうなり一回な、うん、みたいな。そこでアニソンに出会ってみたいな、ね、そうなのね、はい、すごい。アニソンに元気づけられて。そうです、はい、だって前後しますけどね、お宝画像。そうです、千原みのりさん。千原みのりちゃん、はい、大好きなんでしょ。大好きです。あ、そうなんですか、うん、著しく好きなんですよ。著しく著しく好き。音楽アニメ以外でハマってることがあったら教えてください。徹夜、これは何ですか？徹夜…文句ですか？文句じゃん。これはもうバラエティの生放送の中でチクッとこう刺してるやつですよ。そうですね。レコード会社を。レコード会社は悪くないけど。フォローはするよ。そこでプロデューサー見てるから。ねえ、ねえ。オーバーワークです。頭いっぱいです。嘘嘘嘘嘘嘘、そろそろ寝たいです。まあでも徹夜。そうですね、徹夜大事。まあハマってるっていうか、はめられてるっていうか。徹夜続きですか、やっぱり。いい感じにスパイラルしてます。じゃあもう生活のサイクルね。そうです、もう変わってくるでしょうよ。もう太陽を3回ぐらいいつも見ますね。うん、どういうこと？3日連続とかです、太陽とおはようつって。あー、今も眠いんちゃう？大丈夫？早い早い、ノリが早い。次がですね、はい、何でしょうね。好きな食べ物が葉っぱ。葉っぱ系が好きです。虫か。葉っぱってパクチーとか好き。ああ、そういうことか。そういう意味でね、空心、とにかく緑色のものが好き。レタスとか。レタスとか葉野菜というか。そうです、葉っぱが好き。シソとか。そうです。あ、でも私も好きかも。嫌いなものがあんこ。あんこダメなんですよ。甘いものがダメ。うん、粒あんな感じが苦手。あ、でもまあまあまあ人によってはね。お汁粉とか飲めないんです。へえ。あんこ好きですもん、ね、あんこ、はい、大好きです。たい焼きが大好きなんで。たい焼きが大好き、はい、でも俺もあんこ実はダメ。え、そうなんですか。そうなの。あん、甘いもんがあんま食べられへんけども。あ、うんですね。グッとくる異性の仕草があったら教えてください。ここのとこで服のピタッて顔を拭いて、その後
ちょっと顔がちょっと顔がインプットできなくて、全然わかんないんですけど、ちょっと顔がインプット、ここまで動きまではね覚えれたんですけど、そうそうそう、顔がちょっといまいちインプット、もう一回だけ、何回も出してごめんなさいね、もう一回だけやってもらいます、バーって汗拭いて、俺そんなやつ見たことないし、半目いたら嫌いやわ、ひどい、そう分かれへんわ。結構好き。それは何もう スポーツやってんのかな。あ、スポーツとか筋トレの後とかの、あ、なんかサッカー選手、サッカー選手ってさっきから結構コメントありますけどね。サッカー選手はそんな感じなんですか。サッカーでそうなんですか。結構そう、実はそうなるほど。クリスティアーノ・ロナウドとかがもう、うん、もうバキバキの腹筋を見せながらこうやってるのが好き。じゃあ汗拭くんじゃなくて私に腹筋を見せてくれたんだよわーっつって違う、やっぱ拭いてるっていうのがまたセクシー、あー、なるほどね、見えちゃった。そう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 、腹筋、まあ腹筋もあったらもうもちろんいいですよね。あったらラッキーです。ボヨンボヨンよりはね、まあ、よりはよりはね、よりいいですよね、よりはね、そして携帯電話の中に入ってるお宝画像が千原みのりちゃんとのツーショット、はい、ツーショット。緊張する、やっぱり緊張します、いつもかな口しか笑ってないです緊張、緊張、いい匂いがするんですよ。おお、いい匂いがする、こんなの挙動不審になっちゃった、そして、昨日ですね、8月20日にですね、ニューシングルオーバードライバーリリース、おめでとうございます。レールウォーズのね、エンディングテーマ、はい、レールウォーズも結構ね、面白いというか、そうですね、あんなアニメになると思ってなかった、俺最初の情報だけ聞いた時、そうですね、うん、ですけれども、こちらのエンディングでございますけれども、アレンジから入られた、すごい、そうです、ラップで始まるので、うん、ここはメロディアスな感じじゃなくて、もうワンコードでいって、うん、とりあえずビートだけにしようみたいな感じで作ってって感じですね。そうなんだ。普段からそういう風に作ったりもするんですか、アレンジからとか。いや、こういう曲に関してはそうしますね。曲のニュアンスが大事だもんね。ニュアンスが大事、まずはどういう空気感の曲なのかっていうのが大事だもんね。そうですね。それを作った後に作るんだね。すごいね。いつもアニソンはこうテーマがあるから歌詞から入ることが多いんですけど、曲は全部真逆です。歌詞が最後でした。そうなんだ。すごいよね。ああいう、いわゆるヒップホップラップっぽいのって、やったことがあったわけですか、今まで。そうですね、カップリングとか、うん、こそこそやってましたね、ちょいちょい、こんな堂々とやったの初めて堂々とやったの初めてですね。でも元々そのピアノをやられて、どうやってその編曲もできるようになるんですか。わかんない天才なの。天才だからだ。ちゃん天才、こいつもだ。天才なの。すいませんでした。いや、まさか二十歳まで音大でそうそうそうピアノをやろうと思ったやつが中力ジャンプみたいなこれまさかのですよいや、本とか読んだりかな朝倉大輔先生の書いた本とかを読んで、朝倉大輔先生の本とかを読んで勉強。いや、それでね、趣味程度でやるんやったら分かるけどね、うん、それで完全に納品するプロの人間の方が先で、それは後を追ったもんな、俺。そうですね、そうです、うん、でしたもんね、はい、うん、すごいということでございまして、じゃあその曲聴いてみましょうかね。はい、じゃあ曲紹介、あちらのカメラお願いします。はい、現在放送中のテレビアニメレイルウォーズのエンディング主題歌、昨日発売になりました、オーバードライバー、どうぞ。ガラッと前のと全然違うやつを出してくるよね。ビジュアル面でもそうですし、そう、毎回違う顔になります ね。本当にいつも CD 並べたら同じとかと思うぐらいね、違うイメージで攻めてきますけど、今回やっぱすごかったですね。一曲の中でも全然違う印象が、ね、カラフルだし、PV も、さあ、そのザクさんですね、まだまだお知らせしたい情報があるそうなので、はい、告知タイムをかけたゲームチャレンジしていきましょう。題しまして、部長と絵のお題のアタックをしましょう。フルカラーゲストのザクちゃんとゲームとに、それぞれある A のお題が出されます。お二人はですね、自分に出された、お題のようですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラーで書いてくださいと、お互いの A のお題を当てるために5秒の告知タイムをゲットでございます。さあ、それではこちら、お題がドンとございますので、どれでも好きなやつを引いてください。ちゃはい、ちゃっと、さあ、見ましたね、見ましたね。さあ、いきますよ、制限時間30秒でございます。よーし、スタート。あんまこういうのできないんです僕ねこういうなんかクラブ系とかで行ったことない。あんまり分かんないです。どうやって踊るのかよく分かってないんですよね。縦乗りです、5 4 3 2 あれ良くないですか。分かんないです。で、あの顔いや分かんないです。もう一回汗拭いて、うん、
見たことないみたいな顔。ちょっとピンとこねえな。絶対ピンとこねえから、あれおかしい。続きまして、携帯電話の中に入っているお宝画像を一つだけあげるならなんですか。はい、千原みのりさんとのツーショット。おでは、リリース情報を教えてください。リリース情報、昨日8月20日にニューシングルレイルウォーズの、テレビアニメレイルウォーズのエンディング主題がオーバードライバーが発売になりました。おめでとうございます。この曲一言で言うとどんな楽曲ですか。ヨーチェケラッチョメンって感じです。苦手なわこの子絡んできて絡んできて。ヨーチェケラッチョメンって感じです。ヨーチェケラッチョメンって感じです。制作秘話教えてください。制作秘話は、アレンジから入りました。あーそうか、そうなるほどね、はい、はい。最後に番組を見てくれている諜報局員の皆さんに一言お願いします。諜報って何の諜報をしてるんですか。あーこれはとうとう言われちゃった。言われちゃった。解散だ。そこに触れられちゃったらもう解散だ。諜報って何のスパイしてるのかな。王様は裸だと。終了。終了。さあ、これザクちゃん、子供の頃はどんな子供でしたかという問いに対して、ひょうでれ、ひょうきんでれでれの略なんですけど、みんなの前でひょうきんやるんですけど、二、人きりになったらもうもういいもういいもういい。誰と二人きりなの。誰かと大勢いたら、そういうことか。その中の関係性の中で自分はひょうきんな人間であろうっていうするんだけども、一対一の関係性ではうまくひょうきんができないんだ。ひょうきんができないんです。へえ。でもそれは今も継続中なんですよね。あ、大人になってもそうなの。みんなの前ではこんな楽しい愉快なザクちゃんだけども、二、人きりになるともうやめてって。あ、近寄らないでって言ったじゃん。近寄らないでは出れてねえ。出れてねえ。そこまでじゃない。あ、そうなんだ。意外でも。意外ね。でも割と私、あまり周りに誰もいないところでザックさんと初めましてだったんですけど、結構ひょうきんでしたよ。初めましてみたいな。わわ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 って。メイさん、わわわわだめです。わわわわだめです。わわわわだめです。わーってなってわーってなりました。なんかわーってなってわーってなったって。なるほどよかった。わーってわーわーって大丈夫。テンション芸なんですよ。テンションで何もかを乗り切ろうとしている節があるので。覚えてないわ。初めまして。初めまして。何ですか。ライブ、ラジオか、ラジオかな。その時でも緊張してた。あ、そうなんですね。ド緊張でした。ド緊張でした。でしたけどもね、ラジオ不慣れでしたか。不慣れでしたね。そして音楽を始めたきっかけというのが、3歳の頃からピアノを始めて。そうなんですよね、はい、音大出身。そうです。20歳超えてから歌始めたんです。そうなの。そうなんですか。だから本当に普通にそのピアノ科で、うん、ピアニストになろうと遠くに、うん、ドーって出てきたら、うん、まあ、都会の荒波に揉まれてこうなり一回な、うん、みたいな。そこでアニソンに出会ってみたいな、ね。そうなのね、はい、アニソンに元気づけられて。そうです、はい、だって前後しますけどね、お宝画像を。そうです。千原みのりちゃんが大好きなんでしょ。大好きです。あ、そうなんですか、うん、著しく好きなんでしょ。著しく著しく音楽アニメ以外でハマってることがあったら教えてください。徹夜、これは何ですか。徹夜文句ですか。文句じゃん。これはもうバラエティの生放送の中でチクッとこう刺してるやつですか。そうですね。レコード会社を。レコード会社は悪くないけど。フォローはするよ。そこでプロデューサー見てるから。ねえ。ねえ。オーバーワークです。頭いっぱいです。そうそろそろ寝たいです。まあでも徹夜、そうですね、徹夜ハマってるっていうか、はい、はめられてるっていうか、はい、徹夜続きですか。やっぱりいい感じにスパイラルしてる。じゃあもう生活のサイクルね。そうです、もう変わってくるでしょうよ。もう太陽を3回ぐらいいつも見ますね。うん、どういうこと。3日連続とかです。太陽とおはようっつって。あ、今も眠いんちゃう。大丈夫。早い、ノリが早い。次がですね、はい、何でしょうね。好きな食べ物が葉っぱ。
葉っぱ系が好きです。虫か。パクチーとか好き。ああ、そういうことか。そういう意味でね、とにかく緑色のものが好き。レタスとか。レタスとか葉野菜というか。そうです、葉っぱが好き。シソとか。そうです。あ、でも私も好きかも。嫌いなものがあんこ。あんこダメなんですよ。甘いものがダメ。粒あんな感じが苦手。でもまあまあまあ人によってはお汁粉とか飲めないんです。へえ。あんこ好きですね。あんこ、はい、大好きです。たい焼きが大好きなんで。あ、でも俺もあんこ実はダメ。え、そうなんですか。そうなの。あん、甘いもんがあんま食べられへんけども。あ、うんですね。グッとくる異性の仕草があったら教えてください。ここのとこで服のピタッて顔を拭いて、その後ちょっと顔がいいことできなくて、全然わかんないですけど。ちょっと、あ、顔がいいこと、ここまで動きまではね、覚えれたんですけど、顔がちょっといまいちインプット。もう一回だけ、何回も出してごめんなさいね。もう一回だけやってもらいます。バーって汗拭いて。わわわはダメです。聞いたかも。わーってなってわーってなりました。なんかわーってなってわーってなったって。なるほど、よかった。わーってわーって。大丈夫。テンション芸なんですよ。テンションで何もかを乗り切ろうとしている節があるので。覚えてないわ、初めまして。初めまして、何ですか、ライブ。ラジオか。ラジオ、ラジオかな。その時でも緊張してた。あ、そうなんですね。ド緊張でした。ド緊張でした。でしたけどもね。ラジオ不慣れでしたか。不慣れでしたね。そして音楽を始めたきっかけというのが、3歳の頃からピアノを始めて。そうなんですよね、音大出身。そうです。二十歳超えてから歌始めたんです。そうなの。そうなんですか。本当に普通にそのピアノ、ピアノ科で、ピアノ科で、うん、ピアニストになろうと遠く、ドーンって出てきたら、うん、まあ、都会の荒波に揉まれてこうなり一回な、うん、みたいな。そこでアニソンに出会ってみたいな、ね。そうなのね、はい、すごい。アニソンに元気づけられて。そうです、はい。だって前後しますけどね、お宝画像。そうです。千原みのりちゃんが、はい、大好きなんでしょ。大好きです。あ、そうなんですか、うん、著しく好きなんですよ。著しく千原みのりちゃんの本当に音楽アニメ以外でハマってることがあったら教えてください。徹夜、これは何ですか。徹夜文句ですか。文句じゃん。これはもうバラエティの生放送の中でチクッとこう刺してるやつですよ。そうですね。レコード会社を。レコード会社は悪くないけど。フォローはするよ。そこでプロデューサー見てるから。ねえ、ねえ、オーバーワークです。頭いっぱいです。そうそろそろ寝たいです。まあでも徹夜。そうですね、徹夜。まあハマってるっていうか、はい、はめられてるっていうか、はい、徹夜続きですか、やっぱり。いい感じにスパイラルして、ね。じゃあもう生活のサイクルね。そうです、もう変わってくるでしょうよ。もう太陽を3回ぐらいいつも見ますね。うん、どういうこと。3日連続とかです、太陽とおはようっつって。ああ、今も眠いんちゃう、大丈夫。早い、ノリが早い。次がですね、はい、何でしょうね。好きな食べ物が葉っぱ。葉っぱ系が好きです。虫か。な、葉っぱって。パクチーとか好き。ああ、そういうことか。そういう意味でね、空心、とにかく緑色のものが好き。レタスとか。レタスとか葉野菜というか。そうです、葉っぱが好き。シソとか。そうです。あ、でも私も好きかも。嫌いなものがあんこ。あんこダメなんですよ。甘いものがダメ。粒あんな感じが苦手。でもまあまあまあ人によってはお汁粉とか飲めないんです。あんこ好きですね。あんこ、はい、大好きです。たい焼きが大好きなんで。たい焼きが大好き。あ、はい、でも俺もあんこ実はダメ。え、そうなんですか。そうなの。あん、甘いもんがあんま食べられへんけども。あ、うんですね。グッとくる異性の仕草があったら教えてください。ここのとこで服のピタッて顔を拭いて、その後ちょっと顔がいいことできなくて、ごめんなさい。ちょっと、あ、顔がいい、ここまで動きまではね、覚えれたんですけど、そう、顔がちょっといまいちインプット。もう一回だけ、何回も出してごめんなさいね。もう一回だけやってもらいます。バーって汗拭いて。おい、そんなやつ見たことないし。半目いたら嫌いやわ。ひどい。そう、分かれへんわ。結構好きです。それは何、もうスポーツやってんのかな。あ、スポーツとか、筋トレの後とかの。あ、なんかサッカー選手ってさっきから結構コメントありますけどね。サッカー選手がそんな感じなんですか。サッカーでそうなんですか。実はそう。なるほど。クリスティアーノ・ロナウドとかがもうバキバキの腹筋を見せながらこうやってるのが好き。じゃあ、汗拭くんじゃなくて、私に腹筋を見せてくれたんだよ。わーっつって。違う、やっぱ拭いてるっていうの
のがまたセクシー。ああ、ね、見えちゃった。そうか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 。腹筋、まあ腹筋もあったらもうもちろんいいですよね。あったらラッキーです。ボヨンボヨンよりはね。まあよりはよりはね。よりはいいですよね。よりはね。そして携帯電話の中に入ってるお宝画像が千原みのりちゃんとのツーショット。ツーショット。緊張するやっぱり。緊張します。いつもかな。口しか笑ってないじゃない。緊張緊張。いい匂いがするんですよ。おお、いい匂いがする。可愛い。挙動不審になっちゃった。そして、昨日ですね、8月20日にですね、ニューシングルオーバードライバーリリースおめでとうございます。レールウォーズのね、エンディングテーマ、はい、レールウォーズも結構ね、面白いというか、そうですね、あんなアニメになると思ってなかった俺最初の情報だけ聞いた時、そうですね、うん、ですけれども、こちらのエンディングでございますけれども、アレンジから入られた。すごい。そうです、ラップで始まるので、うん、ここはメロディアスな感じじゃなくて、もうワンコードでいって、うん、とりあえずビートだけにしようみたいな感じで作ってって感じですね。そうなんだ。普段からそういう風に作ったりもするんですか、アレンジからとか。いや、こういう曲に関してはそうしますね。曲のニュアンスが大事だもんね。ニュアンスが大事。まずはどういう空気感の曲なのかっていうのが大事だもんね。そうですね。それを作った後に作るんだね。すごいね。いつもアニソンはこうテーマがあるから歌詞から入ることが多いんですけど、曲は全部真逆ですね。歌詞が最後でした。そうなんだ。すごいよね。ああいう、いわゆるヒップホップラップっぽいのって、うん、やったことがあったわけですか、今まで。そうですね、カップリングとか、うん、こそこそやってましたね。ちょいちょい。こんな堂々とやったの初めて。堂々とやったの初めてですね。でも元々そのピアノをやられて、どうやってその編曲もできるようになるんですか。わかんない。天才なの。天才だからだ。ちゃん違う、天才。天才なの。すいませんでした。いや、まさか二十歳まで音大でそうそうそうピアノをやろうと思ったやつが中ちゃんみたいな。こうまさかのですよ。いや、本とか読んだりかな。朝倉大輔先生の書いた本。本当だ。これハンドルみたいな握ってますよ。ハンドルみたいな握ってますよ。さあ、この姿勢を。でここにハンドル、車か。車か。乗ってるということは。カー、チェイス？チェイスじゃない。こいつの運転してる人は？ドライバー？ドライバーじゃなくて。ドライブ？うん。カーレース、カーレース、レース。レッサーパンダ！レッサーパンダ正解！いや、正解なんです！正解なんですよ！頭使った！うるせえぞ！頭使ったんだろ？これだけじゃ分かんないから、ちなみに。これはね、こっちが良くなかった。そうだぞ。ただ隣に書いたレーサーも分かりづらかっただけです。せやー、20秒なんです。いやー、いきますよ。負けました。はい、20秒はい、与えますので、はい、20秒で告知お願いします。いきます、よーい、スタート。はい、現在放送中のテレビアニメエンディングテーマ、テレビアニメレイルウォーズのエンディングテーマが昨日オーバードライバーが発売になりましたということと、舞台のプロス9月16日から、舞台ペルソナ3という舞台に、アイギス役として出演することが決まっておりますので終了。告知下手なの。なんか出演するんですか。知るんですか。どっちですか。出演を知ることが決まりました。知ることが決まりました。そうやね、俺ポスター見てさ、ザクとかやって、はい、あのザクちゃんかなと思ってんやけど。そうなんです。芝居もやんねん。すごい。芝居あります。はい、曲も作って歌も歌って、芝居もできて、今もう勉強中です、必死に。いやすごい、何でもできる。あれでしょ、だって先週来た、先週って前回来た蒼井翔太くんとか出てるやつでしょ。そうです、蒼井翔太さんと明日美香奈さんと。ずるい、お前ばっかり明日美にそうやって会うて。ええな。今毎日のように会ってる、幸せ。アスミスかわいい。そうなんでございますね。はい、まあ、CD 発売、そしてですね、舞台もあるということでございます。はい、さらなる、活躍、さらなる飛躍をするですね。ザクちゃん、はい、目が離せませんよ皆さん。目が離せませんよ皆さん。ということでございまして、以上で大丈夫ですかね。詳しくは、はい、大丈夫です。詳しくはなんか、はい、あれとかあったりします。ホームページ、ザクのホームページ。すみません、告知が下手なもので、ホームページをご覧ください。ご覧いただければと思います。今日公式サイトがございますのでね。はい、ということで、本日のゲストザクちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、特別調査局からの報告でした。ゲストを招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしているのはこの方、ザックさんです。よっ、ザックちゃん。よろしくお願いします。
天才ザクちゃん。さあ天才ザクちゃんはですね、なんと番組初登場なのね。はい、初めましてです。意外です。なんかいろんなところでよく会ってるから。そうですね。私もいろんなところでご一緒していただいてるので、ね。そうかそうか。じゃあここに挟まれるの初めてなんだ。それは初めてですね。初めまして。まあ一応ここにざっと書いてあるので説明しますよ。ザクちゃんはリアルアニソンクリエイター。リアルアニソンクリエイター、はい、2012年テレビアニメ未来日記のキャラクターソングで作詞作曲編曲を行いクリエイターとしてデビュー。同じく2012年10月テレビアニメ中二病でも恋がしたいオープニング主題歌スパーキングデッドリームでデビューその後もハイスクール DD ニュー停止教室のヴァンパイア、うん、とかユーシブとかこの前も言えてなかったなんかいろいろやってますよ。ほんといろいろやってますよ。見ない、もうほんと見ないクールないもの。本当にクレジットとかでもよくね、はい、やられておりますけども、そんなザクちゃん、電波にはまあ初登場ということなのでプロフィールを見てみたいと思います、はい、プロフィールドン、ドン。なるほど、なるほど。特技が、これはちょっと特技が変な感じですよ、ね、そうですねそうですね、特技の方なんですね。そうだね、趣味と特技入れ替えようかなと思ったんですけど、でもどっちにしても俺聞くことないかも。おいいじれや頑張ったの。ちょっとサッカーは僕ほんと門外漢なんで、じゃあ猫の方聞こうか。猫の方、猫っても頼むね。去年の兄様などに勝ってですね。おお、あ、そうなんだ。そうなんですか。おうおう、まあ可愛いですね。可愛いよね。いつも服についてくるんですね。だってもう仕方ないよ、もう毎日毎日カチャ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 って納品してカチャ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 ってちょっとたまに自分で納品してきますベトーって猫がね、キーボードの上に乗ってくる。そうそうそう、作業を邪魔する猫でしょ。そうそうそう納品しようとしてパソコンと猫しか見てないんだもん。だってそうです。じゃあ猫可愛いに決まってるよ。おいさあそんなザクさん、より知るためにですね、一問一答にチャレンジしていただきたいと思いますよ、ということでございまして、準備の方よろしいでしょうか。頑張ります、それでは質問スタート。子供の頃はどんな子供でしたか。ヒョウデレ。ヒョウスベっていう妖怪はいるけど妖怪、ヒョウデレって書いてある。ヒョウデレね、はい、ヒョウデレ。音楽を始めたきっかけは、3歳の頃にピアノを習い始めました。ピアノ、はい。音楽、アニメ以外でハマっていることがあったら教えてください。徹夜かっこ仕事。スパイラルだね、うん。好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。好きな食べ物は、葉っぱで、嫌いな食べ物はあんこ。ではグッとくる異性の仕草があったら教えてください。汗かいた時にここじゃなくて、あの裾でこうやって拭く。そう、ここのとこで。ゲストを招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告。報告をしているのはこの方、ザックさんです。よっ、ザックちゃん。天才ザクちゃんはですね、なんと番組初登場なのね。はい、初めましてです。意外です。なんかいろんなところでよく会ってるから。そう、私もいろんなところでご一緒していただいてるので、ね、そうかそうか。じゃあここに挟まれるの初めてなんだ。それは初めてですね。初めまして。初めまして。初めまして。まあ一応ここにざっと書いてあるので説明しますよ、うん、はい、ザクちゃんはリアルアニソンクリエイター。謎のクリエイター。そうなのね。リアルアニソンクリエイター。2012年テレビアニメ未来日記のキャラクターソングで作詞作曲編曲を行いクリエイターとしてデビュー。同じく2012年10月テレビアニメ中二病でも恋がしたいオープニング主題歌スパーキングデッドリームでデビューその後もハイスクール DD ニュー、停止教室のヴァンパイア、うん、とかユーシブとかこの前も言えてなかったなんかいろいろやってますよ。そうです、ね、ほんといろいろやってますよ。見ない、もうほんと見ないクールないもの。本当にクレジットとかでもよくね、はい、やられておりますけども。そんなザクちゃん、電波にはまあ初登場ということなのでプロフィールを見てみたいと思います、はい、プロフィールドン、ドン。なるほど、なるほど。これはちょっと特技が変な感じですよ、ね、そうですねそうですね、特技の方なんですね。そうだ ね、 趣味と特技入れ替えようかなと思ったんですけど、でもどっちにしても俺聞くことないかも。おいいじれや頑張ったの。ちょっとサッカーは僕ほんと門外漢なんで、じゃあ猫の方聞こうか。猫の方、
猫とも戯れ。猫はね、去年のアニサマの後に飼ってですね。おお、そうなんだ。そうなんですか。おうおう、まあ可愛いですね。可愛いよね。いいけど、いつも服についてくるんですね。だってもう仕方ないよ。もう毎日毎日カチャ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 って納品して、カチャ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 って、ちょっとたまに自分で納品してきます。ベトーつって猫がね、キーボードの上に乗ってくる。そうそうそう、作業を邪魔する猫でしょ。納品しようとしてパソコンと猫しか見てないんだもん。だってじゃあ猫じゃあ猫可愛いに決まってるよ。おい。そうなんだ。さあ、そんなザクさん、いろいろ知るためにですね、一問一答にチャレンジしていただきたいと思いますよ、ということでございまして、準備の方よろしいでしょうか。頑張ります。それでは質問スタート。子供の頃はどんな子供でしたか。ヒョウデレ。ヒョウスベっていう妖怪はいるけど。妖怪。ヒョウスベって書いてある。ヒョウデレね。ヒョウデレ、はい、音楽を始めたきっかけは。は、3歳の頃にピアノを習い始めました。はい、ピアノ、はい。音楽、アニメ以外でハマっていることがあったら教えてください。徹夜。かっこ仕事。スパイラルだね。うん。好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。好きな食べ物は、葉っぱで、嫌いな食べ物はあんこ。ではグッとくる異性の仕草があったら教えてください。汗かいた時にここじゃなくて、あの裾でこうやって拭く。そう、ここのとこで。あれ、良くないですか。で、で、あの顔。いや、わかんない。もう一回汗拭いて、見たことない。ちょっとピンとこねえな。あれおかしいな。続きまして、携帯電話の中に入っているお宝画像を一つだけあげるなら何ですか。はい、千原みのりさんとのツーショット。おー。ではリリース情報を教えてください。リリース情報、昨日8月20日にニューシングルレイルウォーズの、テレビアニメレイルウォーズのエンディング主題歌オーバードライバーが発売になりました。よいしょ。おめでとうございます。言うとどんな楽曲ですか。ヨーチェケラッチョメンって感じです。苦手なわこの子。絡んできてヨーチェケラッチョメンって感じです。ヨーチェケラッチョメンって感じです。制作秘話教えてください。制作秘話は、アレンジから入りました。はい、あ、そうか、なるほどね、はい、はい。最後に番組を見てくれている諜報局員の皆さんに一言お願いします。諜報って何の諜報をしてるんですか。あー、これはとうとう言われちゃった。言われちゃう、解散だ。そこに触れられちゃったらもう解散だ。諜報って何のスパイしてるのかな。王様は裸だと。終了。さあ、ごよざくちゃん、子供の頃はどんな子供でしたかという問いに対して、ヒョウデレ、ヒョウキンデレデレの略なんですけど、みんなの前でヒョウキンやるんですけど、二、うん、人きりになったらもうもじ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 、誰と二人きりなの。誰かと大勢いたら、そういうことか。その中の関係性の中で自分はヒョウキンな人間であろうっていうするんだけども、一対一の関係性ではうまくヒョウキンができないんだ。ヒョウキンができないんです。へえ。でもそれは今も継続中なんですよね。大人になってもそうなの。みんなの前ではこんな楽しい愉快なザクちゃんだけども、二、はい、人きりになると、もうやめてって。近寄らないでって。あ、近寄らないでって言ったじゃん。近寄らないでは出れてねえ。出れてねえ。そこまでじゃない。あ、そうなんだ。意外でも。意外ね。でも割と私、あまり周りに誰もいないところでザクさんと初めましてだったんですけど、結構ひょうきんでしたよ。初めましてみたいな。わーって。メイさん、わーとかを読んで。桜大輔先生の本とかを読んで。勉強。いや、それでね、趣味程度でやるんやったら分かるけどね、それで完全に。そうですよ。納品するプロの人間の方が先で、それは後を追ったもんな、俺。そうですね、そうですね。でしたもんね。すごい。ということでございまして、じゃあその曲聴いてみましょうかね。はい、じゃあ曲紹介、あちらのカメラお願いします。はい、現在放送中のテレビアニメレイルウォーズのエンディング主題歌、昨日発売になりましたオーバードライバー、どうぞ。ガラッと前のと全然違うやつを出してくるよね。そうですよね。本当ビジュアル面でもそうですし、毎回違う顔になる。ね、本当にいつも CD 並べたらもう全然同じ人かと思うぐらい。ね、違うイメージで攻めてきますけど、はい、今回はやっぱすごかったですね。一曲の中でも全然違う印象が。ね、カラフルだし、PV も。
さあ、そのザクさんですね、まだまだお知らせしたい情報があるそうなので、はい、告知タイムをかけたゲームにチャレンジしていきましょう。題しまして部長と絵のお題のアテッコをしましょう。フルカラー。はい、だからゲストのザクちゃんとゲーム長に、それぞれある絵のお題が出されます。お二人はですね、自分に出された、お題のようですね、制限時間30秒で手元のスケッチブックにフルカラーで書いてくださいと、お互いの絵のお題を当てるために5秒の告知タイムをゲットでございます。さあ、それではこちら、お題がドンとございますので、どれでも好きなやつを引いてください。ちゃちゃはいちゃっと。さあ、見ましたね、見ましたね。さあ、行きますよ、制限時間30秒でございます。よーし、スタート。あんまこういうのできないんです、僕ね。こういうなんかクラブ系とかで行ったことない。あんまり分かんないです。どうやって踊るのかよく分かってないんですよね。縦乗りです。5、4、3、2、1、終了。これメインじゃない、絶対。これあ、でもなんかフォルムはいい感じ。フォルムはいい感じ。フォルムはいい感じですけど怖い。こんな怖いかな。まあでもね、強いっていうもんね。そうです。見せてください。もう終わりや。終わりや。とさくさに負ける。はい、どうぞ。はい、どう。さあ。わかるでしょ。そういうことかな。おーと、おーが。ほら、やっぱり私絵心あるんですよ。絵心はないよ。狭い川にいたもんだな、こいつ。さあ、はい、部長。カバー、イエーイ。正解。ヒポポタマスを。ヒポポタマス、でも上手。ヒポポタマス、難しいのに。ヒポポタマス。カバーを描いてみた。そうね、することによってあの足先を描かないという。描かずに済ませるというテクニックですよね。今、ひずめ描こうとして、ひずめあるって。分かんなくなっちゃって。カバーでごまかす。カバーでごまかす。陸上最強という噂もある。そうですね。そうです、はい。さあ、では、はい、メイン部長。はい、ドン。ドン。ええこれは分かるでしょう。これはもう分かりましたよ。これはもう僕は分かりましたよ。分かった分かった。さあ、ザクちゃんお願いします。そうめん流し。統治法は統治法やけどな。統治法やけども。え、流しそうめんじゃない。流しそうめん。え、鹿児島麺。鹿児島そうめん流しでしょ。そうないですか。ですよね。マジ。あ、九州ではそうだ。九州はそうめん流しですよ。でもそうめん流しはそうめん流しっていう動詞であってさ、いや、猿滑りと滑り猿は全然意味違うやん。例えばやけど、例えばやけど、10枚入れ替えたら、10枚入れ替えたら、まあ、でも正解。え、そんな流して言わないんだ。さあ、じゃあもう一問ぐらいいきましょう、ね、もう一問ぐらいいきましょう。どうぞ。さあ、じゃあ、はい、たくちゃん、いきますよ。さ、さあ、さあ、さあ、大丈夫。本当に顔が曇ったように見えるけど、いきますよ。よーい、スタート。ストップ映画泥棒みたいな感じで。あんま分かんないです。ごめん、本当に。あ、ま、あ、もう時間だ。よー、3、2、1。はい、終了。わかんないよ。いや、これは分かります。これ絶対見てるかどうかではなく分かります。分かる。これは素晴らしい。見せてください。どうぞ。伝わるかどうかなんですよ。バッとって。あ、すごいすごいすごい。分かるでしょ。全然分かる。さあ。はい。もういい。お願いします。コアラ。イエーイ。正解。すごい。なんか。草の加え方が小嵐文次郎ですよね。でもね、小嵐文次郎になってしまいましたけどもね。でも正解でございます。はい、さあ、じゃあ、はい、いい流れで来てますからね。メインさん、お願いします。はい、ドゥン、ドゥン。これは全然わからん。全然わかんない。いや、私ほんとこれわかんないんですよ。ポケモンにいるでしょ。ちょっと答え見せてもらっていいですか。なんだっけ、小熊、リングマの進化版。なんかもうヒントかけました。なるほどなるほど、はい、あのですね、その答えは一つです。あ、じゃあもう大ヒントです。動物です。そうです。え、動物？これなんですけど、うん、差を出すためにヒントをこれ書いたんです、うん、そう、こっち、そっちはヒントなんです。はい、これはヒントだ。それ何だと思います、はい、ザクさん、それ何だと思います。ドーナツ。え、ちょ、これこれ違う違う違う、これこれと今2個の絵描いてね。
うんうんうん、これが何かってことですか。そうですそうです、はい、でもそれだけでは絶対分かんないです。そうなんです、ね、アライグマ。あー残念。もうちょっとこれが何やと思います。これこっちが何やと思うか。モンスターボールにしか見えないんだよ。